現在のアメリカ政界でコル・ナ・ワ・チン問題についてその悪影響の可能性の調査を続けているのは少数派です中でも真実追求の先方に立っているのが共和党上院議員ロン・ジョンソンです彼は早い段階からは 陳の効果に会議的な臨床医や専門家を招き上院で公聴会を開いてきましたしかし公聴会で発言する臨床医らの発言は主要メディアだけでなく Google、Facebook ググあるいはイーロンマスク買収前の旧 Twitter などのソーシャルメディアで完全に無視されてきました それれだけでははななく彼ららの発言内容は積極的な検閲にさらされましたイベチンが初期治療に有効であり重篤な症状に陥っていても症状の緩和に有効であったとする臨床医の報告は一般人の耳に入ることはありませんでした。 主要メディアあるいは有力ソーシャルメディアがイベチン排除で強力な結束を見せたからでしたそうした状況は今でも続いていますしかしロン・ジョンソン議員は諦めることなくコ・ナ・ワ・チンの危なかしさの真の原因追求を続けています そんなジョンソン議員のもとに最新のデータを提供したのがジョシュ・スターリングでした彼はアメリカ保険会社サンフォード・シー・バーンスタイン・カンパニーの元シニア研究員ででした統計の専門家です彼は自身の分析結果に衝撃を受けそれをジョンソン議員に提供しました。彼は今 The Insurance Collaboration to Save Lives なる組織を立ち上げこの問題への国民の啓蒙に尽力しています現在は事業パートナーを募集していますからおそらく超過死亡数に高い関心を示している生命保険会社などに情報提供するサービスを開始すると思われます先ほどの動画 2303号の模木誠との対談の中でも申し上げましたが超過死亡について生命保険会社は強く懸念しています生命保険会社にとっては超過死亡の数字の悪化の真の原因を読み間違えてしまえば企業の存続に関わりますさてスターリングはイギリス政府が詳細に発表していたデータを使用しは チン接種者は非接種者に比べて死亡率が高いと発表しました接種者全体の数字では10万人あたりの死亡率が1.02となっている一方で非接種者は0.81と低くなっていたのです50歳以下に限定した数字では接種者は非接種者に比べて49%も死亡率が上がっていました スターリングがプレゼンテーションに使ったスライドを示しておきますスターリングはイギリスのデータを使ってアメリカにおける超過死亡者数を推計しましたアメリカの公的機関がその数字を発表しないのですから推計せざるを得ないのですスターリングの得た数字はなんと60万という数字でした この驚くべき数字を報じたのは4月11日付のフロリダダスタンダードでした誰にも想像できることですがバイデン政権の広報誌となっている主要メディアはたたちちままスターリンンググバッシングを始めました例えば5月2日付のいわゆるファクトチェックと称する「ロジカリ」というサイトの記事があります。そこではワー チン接種による直接死亡者の数字ではないからスターリングの主張は誤解を招くミスリーディングと書かれていますスターリングの分析は和・賃の接種で免疫力が落ちた結果他の病で死亡するものが増えたのではないかあるいは和・賃の内容物が何らかの悪さをしてこう なの病以外での死亡者を増やしているのではないかと言っているだけなのですそうでありながらロジカリーというサイトはワチンの接種が直接死因であることは証明されていないと訴えるだけでスターリングの主張を否定していますさすがにスターリングの統計学をベースにした論理的な主張に対して彼の分析が嘘とまでは言い切れなかったようです 誤解を招くミスリーディングという言い方にとどめざるを得ませんでしたいずれにせよ主要メディアに共通するのは超過脂肪がはチン接種が始まってから顕著な現象となっている以上はチンが何らかの悪さをしているのではないかと疑うことは合理的です。 主要メディアはスターリングの分析の否定に躍起になるのではなく独自に超過脂肪の原因を突きき止めるべきでしょう。ですがそれは悪魔に善行を願うようなものかもしれません。先の動画「23041」で民主党主流派が何としてもロバート・ケネディ・ジュニアを民主党候補にさせたくないこと。 そして予備選挙では討論を避けたいいとと思っていることをお話ししました現実にアメリカでも相当数の超過死亡という現実が存在している以上民主党はこの問題に関心を持っているいかなる人物も候補者にしたくはないのです。 超過脂肪の原因追求についてはスターリングの統計的分析だけでなく医学専門家の間で医学的なメカニズムの解析が進んでいます。2023年1月5日付のメディカル・ライフ・サイエンスはワン・チンによって生成されたスパイクタンパクが若年層の心筋炎を起こしている可能性があることを報じています。 日本のメディアはこの問題を取り上げる気配がありません本チャンネルでは適宜最新情報をお伝えしたいと考えています